自分たちでやってみようかと。投票するところがないと党員に認められたわけですよね。ちゃんと選挙通ってるんですよ。新しい時代には新しい政党がいるんですね。1,2,3,4。CGS をご覧の皆様、こんにちは。亀井総平です。本日のケミストリーも渡辺聡輝さんと茂木誠さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、前回はですね、初めてということだったんですけれども、今の国際情勢がですねすごく進展が早いので、それについてお二人の分析について聞いてきたんですけれども、今日はまた改めてですね、そもそも今回のインタビューの元々の目的はこのお二人の境地の紹介をということでしたので、こちらの教科書に書けないグローバリストの近現代史についてお話を聞いていきたいと思います。渡辺さんは今回このシリーズでは初めて出ていただくので、まず渡辺さんの背景といいますか自己紹介からお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。長くなりますよ。はい、みんな聞きたいと思って。お願いします。私の場合は、一応東大卒なんですけど、全然違う経歴で途中で、日本の会社を辞めましてね。で、基本的にはかっこよく言うと裸一貫かな。カナダに渡りましてね、はい、でカナダで、小さな会社を起こして、それでいろんないい方に途中で巡り合いました。はい、でちょっといいですか。そのいきなりカナダに行くっていうのがちょっとわからないですけど、なぜカナダに行かれたんですか。これちょっとプライベートになるので、やっぱり女性ですね。そうです。だから会社を取るか、女性を取るか、難しいでしょ。かっこいい。かっこいいんですよ。かっこいいんです。だから会社を取らずに。はい、愛してた人の方に行ったんですよ、はい、ちょっとまずいな。すごい掘りましたね。はずいな。だからそういうことで向こう行ったんですけど、あれですね、私の経験はあんまり人にはさせたくない、大変でしたよ、やっぱり。最初からバンクーバーですか。そうですね、最初からバンクーバー、ちょっとバンクーバーに縁があったんでね。ちなみに何年前に行かれたんですか。82年ですね。もうそんなに前なんですね。年です。だからバンクーバーいいところなんですけど、後で話が出ると思いますけど、やっぱりね、ちょっとカナダがねどんどん変わっていって、クリティカルレーステオリー、今問題になってるでしょ、だから私が行った頃からね、子供たちにねそういう国を愛さない教育をね、し始めたなんですね。僕自身は当時はもう何とかね、その食うのに精一杯だったから、そういうことは考えてもいなかったんだけど、いろんな人と巡り合って、でやっぱりカナダっていうのは移民の国だから、そのドイツとかね、旧東欧圏とか、ウクライナ人の知り合いもいますし、ね、やはりね、全体主義国家のね怖さを知ってる、友人がたくさんいたんですよ、で、だからまさかこんなトルドー政権がね、できるとは思ってなくて、で今、ちょっとあの薬の問題でね、2回なんかトルドー政権は在庫をね全国民にね11回分持ってるというね、これちょっと信憑性はね、まだ定かじゃないんだけれども、なんか知らないけどとにかく打たせるというね、方針でいるみたいで、でその規則ができる前にね、ちょっと急いで日本に来て、でとりあえず しばらくはね日本にいようかなと思ってます。これ歴史研究を、近現代史の研究を始められたのはなぜなんですか。やはりね、森先生もちょっと紹介してくれたと思うんですけど、やっぱり下田で暮らしてきたっていうのはやっぱり大きいですね、でやっぱりハリスがね、非常に単純なところから出発したんだけど、ペリーの来航が2回あって、53年54年であって、でハリスが1年半ぐらいだったかな、56年の夏かな、で来るでしょ。
なんで軍隊連れてこないの、うん、で非常にそのペリーのそのあれ下田っていうのは毎年ほら黒船祭ってやるでしょ、はいはい、そうするとペリーが、ね、あれだけの大艦隊できたのに和親条約結んだ後突然にねあれがなくなるんですよね日本に対する興味が、うん、これっておかしいと思いません、うんうん、でそのハリスにはオランダ人のね通訳、はい、連れてきただけでしょ、うん、で中古通商条約も軍艦送ってないですよね、はい、軍艦送ってきたのはサインの時だけだから、うん、あれ全然やる気がないんですよ、はいうんアメリカがだからね、はい、そっからの出発ですねあなるほどだからなんでだと思ってたなんでだと思ってたのがずっとあって、うん、先ほどほらカナダに行って、はいうん、まあまあかなり大変な、うん、ことで、はいまあ、なんとか食えるようになって、うん、でやはりねなんか人間って知らないで死ぬって嫌でしょ、はい、なんかね、はい、だから知らないで何も知らないで死ぬということを避けるために、まあ、何とか食えるようになったんでね、はい、だからもう徹底的に自分の好きなことをやるという感じですね、うん、いや私も実はカナダに半年留学してたことがありましてどこですか、カムループスっていうバンクーバーから内陸に300キロあカムループスね、はい、ちっちゃい町ですけどそうだね、はい、何年ぐらいですかあれは1999年から2000年にかけてあそうですか、はい、もう20年以上前なんですけどじゃあもしかしたらクロスエンカウンターがあったかもしれないね。そうですね私が、はい、あちょっとログハウスをね日本にもうな200、300棟近くかな、はい、出してた頃だから、はい、その工場がねカンヌプスの近くにあったんですよ。あそうなんですか。ね、だから私は一番近い大都市がバンクーバーなの で、 そうです、ね、バンクーバーはしょっちゅう、はい、車で行ってましたね。あはい。5時間だね。はい。まあ当然近いと5時間、まあカナダと5時間は遠くないんで。そうだね。あれでしたけど、私もでもそのカナダに行っていろんなことに気づいたんですよ。うん、まあはい。外国人と一緒に話してるときに、うん、日本おかしいんじゃないかと。まあそれこそね当時まあ恥ずかしい話なんですけど、日本が私もそんなに好きではなくて、で皇室のことも全然知らなくて、はい。で外国の若者にお前ら日本ってどんな国なんだとか。ね、お前日本どうしたいんだって聞かれて全く答えられなかったんで、ねうんはい、それでいろんなことに気づいて、うんはい日本に帰ってきたっていうのでなんか私にとってもカナダっていうのは気づきの場所だったんです。そうですね。やっぱりね私自身もね向こうに行ってなければこんな仕事もしかしたらしてなかったかもしれないですね、うん、やっぱり外にいると気づくんですね、はいうん、日本の良さもね。そうですよね。悪さもね、はい、もう最初はね悪さばっか気づいたんですよ、はい、最初は、はい、ところがねだんだんとね良さの方を気づいてくるんだよね、はい、不思議なもんでやはりほらお前国捨てたんじゃないのなんて言うけどちょっと資料の浅い質問だなと思いますね、はいはいはいまあ、そんな渡辺さんがこうやって茂木さんと知り合って協調出されたっていうのは茂木さん改めてどういうきっかけからこの流れに。ですね、版元がですねビジネス社さんというところで、はい、それで最初はですね僕に単行本出しませんかって来たんですけども、はい、いやもうちょっと予定がいっぱいでちょっと今無理ですって言ったら、うん、あじゃあ対談だったらすぐできますよねっていう話になって、はい、で 対談相手どなたがご希望ありますかって言って何人か名前言っていただいた中に渡辺宗樹先生って出てきてああ知ってますって言って対談させていただけるんだったら本当にありがたいですって言ってさっさっさっと決まったんです。ああそうですね、はいはい、じゃあこのビジネス社で何回か出されてたっていうことですかね。そうですね。リモートでね、はい、彼らとつないで。つないで。はい、わかりました。でもどうでした。私もこれ拝読しました。この間茂木さんにインタビューした時は実は初めていただいた日だったんで読んでなかったんですけど、すごく面白くて、これはもうお世辞抜きで面白くて、これはもう本当に必読の書だって言って僕 SNS でも紹介してるんですけど、僕は何が良かったかっていうと、お二人の意見の同じところもあれば違うところもあるじゃないですか。それがうまくこうまとめられてて考えさせられる本だったんですよ、うんうんうん、これが正しいんだじゃなくて、うん、こういう見方があるよねと、うん、私はこう見てますけどつって、
で、まあ、違うところあるんだけど、まあ、そこはうまくなんか賞が変わってて、うん、こっちもうんどっちなんだろうとか思いながら、僕たちの前からするんだ。いや本当にそれがすごく良かったんですけど、なんかこう編集にあたってお二人も多分対談の後に直されたと思うんですけど、なんか気をつけられたこととか工夫したことってあるんですか？うん、まあおっしゃる通りで、そのあまりその特定の価値観を押し付ける気は全くないので、はい、僕もその あえてその違いを際立たせるような編集っていうかな、それしましたよね。あえて考えさせてるように、うんうん、はい、渡辺さんなんかありますか？うん、どうなんでしょうかね。私としてはやはり僕のこの後書きにも書いておいたんですけど、はい、どうしてもですね、まあ、実証主義的なね書き方になるので、はい、例えば英国の闇チャーチューにしても、うん、フーバー回顧録にしても、はい、やっぱり読者に要求する場面があるんですよね、はい、だけどやっぱりその前にね、やっぱり茂木先生のような方とね話すことでちょっと入り口をね広くしたいなというのはありましたね。だから茂木先生のね著作をねいくつかビジネス社さんからもらって、はいはい、で読んだんですけど、少なくとも方向が一致するなと、うんうん、それはありましたね、はい、だからもちろん先生今おっしゃったようにね全て同じだとは思わないし、はい、まあとにかくその歴史そのものがね、はい、もう正しい歴史ってないんですよね、はい、だから角度をね、うん、変えたらやっぱりでもピントが合う 時もあるんですよ、はい、そのピントの合わせ方をね、なんて言うんだろう、茂木先生との対談の中でね、うん、あこういう対談をしていけば平野じゃないけど、うん、正反合でね、うん、そういうなんて言うんだろう対談になればね、はい、いいなと思うんだ。だから、ね、やっぱり対談もんってねなかなかうまくいかないんですよ、うん、だから茂木先生ってほら気をつかないじゃない、はい、だから先生とかほらその師弟関係じゃないですか、はい、師弟関係だとやっぱりね、うん、言いたいことをされちゃいますよね、うんうんうん、でそれから何て言うんだろう、利害関係もないし、はい、やっぱりねあるんですよ、そのいろんな対談もんでね、うん、はい、人間関係とか読者の方には知らない人間関係とかであるんで、学者の書くものは大体ありますからね、上下関係とかね、うんうん、ね、だからそういう意味でじゃないですか、ピントの合わせ方の勉強っていうのかな、はいはい、それが提示できればね、うんうん、それでピントはやっぱり最終的に合わないんですよ、うん、で私がどれだけ調べてね、そのこれが正しいだろうなと思ってももしかしたら 5,6 年後にね、うん、また新資料が出て、はい、私の言ってることがもしかしたら引き返すかもしれないでしょ、はい、だからそういうのはいつもね自分が言ってることはもしかしたら間違ってるかもしれないよねという感覚をね、うん、いつも思ってないと、うん、やっぱり高圧的になったりね、はい、権威主義的になったりするんで、うん、それを気をつけながらね喋りましたね、はい、いやまさにヘイゲルの名前でアウフヘーベンがですね、うん、この中でも起きたようなそんな挨拶そうなればね、はい、やっぱりいいんで、ピントとおっしゃったのはすごいよく分かって、固めてみるとほら距離って分かんないですか、はい、でも深めてみるからこう距離感が分かるんで、はい、やっぱりちょっと私と渡辺先生のちょっと位置が違うから、うん、ちょっとね本当にねピントが合いやすいんですよね、はいはい、うん、いやそれは、うん、私もよく感じましたね。だからこういう本がもっとでも まあ、あんまり言うとまだ置かれちゃうかもしれないけど、まあ、私もそうですけど歴史学者ではないじゃないですか3人とも。でもこういう人たちがこう近現代史を総括していって、そっちの方がまあ、今大衆に受けるというか皆さんの気づきになるっていうのはちょっと皮肉でもあるなと思っていて、本来そういうのって歴史学者の人たちが世に問うものなのかなと。でもそれがもう学会みたいなものが硬直化してしまって日本では、うん、その歴史学者が歴史学者としての役割を果たせていないので、はい、まあ、先生方のこういう本がものすごく我々刺激を与えてくれるのかなというような、こうちょっと社会の状況も踏まえながら私考えて読んでたんですね。やっぱり世の中に何か影響力を与えない本って意味がないと思うんですよ、はい、うん、図書館にしまれちゃってね、はい、うん、だからなるべく、まあ、僕の仕事は間口を下げて、うん、で一人でも多くの一般の人がね、はい、手に取ってもらうようにしたいと思ってて、うん、はい、はい、
というそんな、はい、まあ、あの制作秘話も今日聞けたということで、はい、今日はまあこの本が生まれるまでというところで一回切らせていただいて、次週ちょっと内容について私ので聞きたいところ何点かありますのでお話聞かせていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。